どうもこんにちは、ナイツです。まだ覚えてねえのか。はい、よろしくお願いします。自分のコンビ名まだ覚えてねえのか。まあ、我々ねこうナイツっていうのは実はね、うん、ナイトの複数形でナイツなんです、うん、そうですね。もともとはね、うん、騎士なんですよね、うん、はい。まあ、そんな ね、 騎士、 ねこう騎士といえばですね、うん、中国でねこう荒くれ者の騎士たちが約8人集まった物語、うん、108人だよあるんですよね、うん、はい、だいぶ省いたな人数を、それがね日月火水あ水湖伝っていうですね、どういう覚え方してんだよ、お話になりますけども、曜日で覚えてたのか水湖伝、この水湖伝っていうのはもともと中国のね三大奇書と言われる、いや奇書ね、作品になりましてですね、気持ち悪いみたいに言うな、はい、この最中でも史実の要素もありつつ、うん、ファンタジー満載でぶっ飛んでいるのがこの水金地下木あこの水湖伝という最初に出たからね、話になりますけどね、最初がもう水だったからね、はい、まあ、この水湖伝どこが面白いのかということで、お待たせいたしました、私インターネットのヤフーで調べてまいりました、別に待ってないですけどね、お待たせいたしました、あれねヤフーって読むんですよ、ありがとうございます、ヤフーっていうのは、ね、水湖伝の舞台は現在の中国のですね、まだですね、北 なんとか時代なんだっけな、いきなり忘れちゃったのかよ、ヤホーで調べていきなり忘れちゃったのかよ、北なんとか時代、北総だ、北総、あそう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 、北総時代っていうですね、北総時代っていう、何で思い出したんだ、時代なんですけども、この北総っていう時代はですね政治が腐敗しておりましてね、こう人々が婚活をしていたと言われて、困窮だよ、おりますけどね、全員婚活してる国ってちょっと怖いだろう、まあ、そんな中はみ出し者っていうのがいましたよ ね要するに社会のこう窓からはみ出したものがね、社会の窓違う意味ですからね、いたんですよ、そこからはみ出しちゃダメですよ、そういうはみ出し者たちが梁さん宅にこう集まりまして、ね、梁山泊だよ、梁さんの家にこう集まる、梁さんの家に集まっちゃったんだよ、集まって、でこの梁山泊っていうのがあるわけですよ、そうなんです、これがね彼らにとっては反逆のオフィスって言われているですね、うん、オアシスね、とこになりますけども、ね、まあ、オフィスでもいいけどね、ここで彼らですね、ここで彼らは団結をいたしまして世の中を良くしていこうということで心に誓うわけですよ、そうなんですよね、志がやっぱ熱いですよね、これはもう僕らが漫才やってる理由と全く一緒ですね、そんな思いがあるとは知りませんでした、全く一緒ですよ、そんな志が高かったんですね、とにかくこの水湖伝はね、男のオマーンがたっぷり詰まったんです、ね、ロマンだよお前、はい、どこの国行っちゃうんだよ中国からよ、長編スペクタクル言えなすぎだろお前、スペクタクルドラマいい加減にしろ、どうもありがとうございました。今から1000年前、汚職や不正がはびこる困窮の世の中、そこには世間から弾き出された男たちがいた。彼らはそれぞれの戦いを経て自然の要塞梁山泊に集結する。吉日の今日、天に誓おう。この地に集結せし我ら同志一同、梁山泊の精神を必ずや国中に広げん。やがて108人の英傑たちが集い、悪徳官吏を打倒し国を救うことを目指すようになる。いざ行かん。世の中からはみ出した男たちが見つけたもの、それは生きる意味であり死ぬに足る理由であった。人はそれを志と呼ぶ。私の魂が人を、国を、そして天を動かす。水湖伝。